速攻の東海大相模、1回表ワンアウト二塁で3番小島、これがセンターオーバーのタイムリースリーベースヒット、1点をもぎ取りました。なおも5番百瀬がセンター前タイムリー、初回早くも2点を取っています。その裏、大濠高校はワンアウト二塁一塁で4番川上、チャンスがありましたが、これがショートゴロ併殺、ダブルプレーでチャンス吸い得ました。2回表、東海大相模ワンアウト二塁、トップバッターの門間、レフトへ、先発の馬場から第8号のツーランホームラン、4対0。なおもワンアウト二塁で3番小島、センター前タイムリー、5対0。さらに三塁二塁で5番百瀬がレフトへ犠牲フライ、6対0。3回表、相模はツーアウト三塁一塁、2番加世田がレフト前タイムリーヒット、7対0。5回の裏、大濠は5番北島、6番福沢、7番松尾、石田の前に三者三振。6回の裏、大濠高校ワンアウトからラストバッター毛利がセンター前、その後ツーアウト二塁、2番の友野が空振り三振、7対0のまま。8回表、相模はワンアウトからトップバッターの門間、レフトへスリーベースヒット、キャプテン代行大活躍、2番の加世田がレフトへ、これが犠牲フライとなって貴重な8点目、8対0。8回裏、福岡大大濠は7番松尾の打球、セカンド加世田ファインプレイ、ラストバッター毛利三振で、これが13個目。最終回2アウト、3番山下京吾も三振でゲーム、これが14個目の三振となって石田投手完封です。